今回は「ワタリウム美術館」開館30周年の流れで「町へ出よう展それは水の波紋から始まった」を開催いたします。2度目の緊急事態宣言発令中に何度世の中に逆行した展覧会のタイトルかと驚く方々もあると思いますがいたずらに外に出ることを勧める展覧会ではありません。水のの波紋95というのは 1995年青山原宿地区の40箇所に48名のアーティストを展示するという展覧会でした大都会の中心地を舞台とした初めての大掛かりな催しです当時世界の現代ビーツを牽引していたキューレターヤン・フートとワタリウム・美術館が協力し作品制作の場を 日本各地に広げ、初めて展覧会にインターネットなどを活用するなど、実験的な試みが行われました。私たちは、経済効率とコマーシャルに占領された東京に対し、また、サロン化したアート業界へ波紋を投げかけることを目指し、この一大イベントに試みました。折しも1995年というのは、 阪神淡路大震災や地下鉄サリン事件があり東京の街は未曾有の金に包ままれていました。実際に展示しているのは1995年の「水の刃文95」の作品資料さらに渡り夢美術館のコレクションからその源流を作った現代アートのマスターたちヨーゼフ・ボイスキース・ヘディングソル・ルウィットの作品 さらに、その流れを組んで活動を続けるカーステン・ニコライ・チンポムから、今まさに現代進行中の松下徹とディエゴの最新作へとバトンが渡されます。実は、本展のタイトル、「まへ出よう!」は、寺山修司の著作、「小してまへ出よう!」がヒントになりました。寺山にとって、まへ出ようとは、人の心を解放することでした。 今コロナ禍という特殊な状況下でアートこそがこのきっかけになるはずです。